もなっている。奴ら、何か奇怪な力を使ったようでしたが。この扉。ああ、扉が開かんってこと？力っていうか鍵使っただけですけどね。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、風剣の扉から人間界に戻ろう。もう戻るだけか。山を降りるのか？では我に乗っていくがいい。オッケー。よし、それでは参ろうか。そこの太っちゃまた落ちないように祈るんだな。もう試練終わったけん大丈夫やろ。落とさないでね、大きい鳥さん。お、ん？え？あれは無視してもいいやつ。ああ。ダメか。無視できんか。目当てのものは見つかったのか？人間どもよ。ちゃんと手に入れました。くく、待ちくたびれたぞ。凍結！くそ。また仲間を連れてきたのか。ほらほら。凍結、お前のせいで俺まで怖がられててね。ダメだろ、人間には愛想よくしておかないとさ。はい。申し訳ございません。あ、そっか、クラスメートか。こんにちは、人間の皆さん。俺と会うのは初めまして、だったかな。あなた、誰？おいおい。そんなにビビらないでくれよ。ちょっと聞きたいことがあってさ。この辺でかっこいい剣とか拾っただろ。例えば。スザクソウテンザンって名前の剣とかさ。おお、かっこいい。トーマ、みんな逃げて、ここは僕が食い止める。マジで？えらいね、少年。仲間を助けるなんてかっこいいじゃないか。でもお前はここでおしまいだ。か妖精剣をよこしな。ダメ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 。戦闘？マジで？やめてよ。この二人とか絶対無理やろ。絶対無理やろ。待って、何ふざけてるの？辛すぎるんだけど、憑依召喚いきなり使ってやるわ。やめて。ありがとう、スザク、僕に力を貸してくれい。想定中二章。は。今の、エクセレント出なかったけど大丈夫かな。とりあえず頑張るわ。双剣斬。速アタック。こっちの方が強い。速アタックは使うまでにちょっと時間が。あ、でも何？あ、もう溶けてしまったんだ。そう。やめてくれる？やめてくれる？結構な感じで。あれ？ダメージを与えるね。いい感じだ。オッケーオッケー。強気スイートー。あれ？主天同士やっつけるの早くね。どうした？凍結、その程度の連中に何を手こずってる。いや、お前だ。いや、やられてんのお前だよ。凍結頑張ってますけど。どうした？何人のせいにしてんだ。待って、お、やるじゃん。あ、拾いたい。あ、拾いたいって、ちょっと動かしたくて動かさく、くそう。くっそ、なんかあっという間にやっつけたんやけど、早くね？誰もやられてないやん。さすが。お、お金いいね。めっちゃ時間かかると思ったのに、やばー。今の間に多分、あれをカップラーメンができるぐらいの時間やったって。なにこれ？さっきキリンからもらった鍵。あ、それで戻れるってこと？どこに繋がってるの？あ、戻れる鍵じゃないんか。何、どこ？うん、わかんないけど、行くしかないでしょ。人間界に戻れるよ。急ごう、あいつらが来る。閉じてしまえばもう来れんのかな、あいつら。行こう。はい、オッケー。来た時とは別のドア？逃げたか。何、落ちてる？もしかして空から落ちてきてる？全然違った。何これ、ゼロ。た、助かった。何、なんか陽気な音楽がって、あれ、なんかん、雪が降りよる。え、寒っ。みんな半袖よ。凍え死ぬ、凍え死ぬ。寒
寒い。危ない危ない、ほら肌が張り付くよ。みんなここはどこなのかな。え、何、外国か何か。いや、オリオンジュースって書いてるな。外国ではないな。どこ、ここどこ。どうなっている。奴ら何か奇怪な力を使ったようでしたが、スザクのこと、この扉、ああ扉が開かんってこと。力っていうか鍵使っただけですけどね。お、新たな第4章、雪の降る町。 The town where snow falls。星印バター、雪印ではなく。ふう、ギリギリでしたね。私今度こそダメかと思いましたよ、うん、いや助かったのはいいけど、俺たちどこに来ちゃったの、うん、っていうかめちゃめちゃ寒いんですけど。雪、ここは冬なのかな。人間界であることは間違いなそうだな。寒、足が冷てえよ。封印されたしね扉。みんな見て、扉が。何これ、もしかして。戻れない、鍵も使えない。ダメだ、さっきの鍵を使っても反応しないぞ。どうなってるんだ。そんな、どうしよう。時代自体は未来なの、これ。これってもしかしてまた元の世界に帰れないパターンのやつ。どうやらそのようですね。ミス、おや、驚かないんですか。もう慣れたよって。いやいや驚いてるよ。でも前もあったしさ、今回もなんとかなるかなって。ミス、あら意外とポジティブですね。まあ消えたくんらしいですけど。いやいやいや、 笑ってる。うちのお父さんこの状況で前向きなんですけど。なるほど、さすがは伝説のオチ使いか。いや、のんきすぎるだけでは。おいおい、感心してる場合じゃないだろ。扉が使えなきゃこっから帰れないんだぞ。ごめんごめん、こっちに来るときにしか使えないのか。それとも何かの条件で今は閉じられている。この文字は一体、なんとか帰る方法を探さないと。っていうかここ寒すぎるし。カモメソースだな。とにかくこの寒さはやばい。よっしゃ、こういう時は情報収集だ。まずは聞き込みをして、ここがどこなのか調べるぞ。この格好で聞き込みとかしとったらなんか不審者とか思われん。子供やけん大丈夫かな。ウィス、まずは近くにいる人からお話を聞いてみましょうか。それにしても寒いですね。息が真っ白でウィス。太陽テレビ、ここは一体どこなんでしょうか。あ、どうもおばちゃん。昔もしかして、なんか昭和とかそれぐらいの感じかな。ちょっとあなた、こんな真冬になんて寒そうな格好してるの。それはいろいろありまして。今は12月よ。そんな服じゃ風邪ひいちゃうわよ。なるほど、今は12月なのか。道理でこんなに寒いわけだね。でもどうしてこんな真冬に飛ばされたんだろう。なんで操作トーマなんやろ。まあいいけど。自然にトーマになっとんなら別にいいけどね。これ過去なんじゃないかな多分。現代、あ、君には興味ないんだ。現代、未来と来て、過去か。曲がってきそう。いや、スリップしてきそう。怖ーい。怖ーい。黙れって感じだけど。あ、どうも君たち。なあなあ、とうとうお前ん家にあれが来たんだろ？うん。とうとう僕の家にも来たよ、あれがね。そう、カラーテレビがめっちゃ古い。すげえ早く見に行こうぜ。うん、もうシルクロテレビには戻れないよ。これからはカラーの時代だね。白黒テレビ、相当昔の話をしているような。そっか、もしかしたら僕たちは何十年も前の世界に来てしまったのかもしれない。やっぱり過去だわ。あ、
次はあっちの方向らしいね。あれは薬屋さんかな。狂信、急進じゃなくて いろいろと。でもなんかすごい落ち着く感じだな。なんかめっちゃ普通に好きやな。あ、ここにもびっくりマークの来た人が。なんかいい感じやね。日だまりて大判焼きの玉や。すみません、お尋ねしたいことが。ここは何という町ですか？よそから来たのかい？ここは桜本町だよ。桜本町？そんなまさか。僕たちが住んでいる町と同じ名前だ。あの桜本町と何か関係が。だから過去から来たんでしょ。過去から来た。過去に来たんでしょ。なるほど。聞き込みした情報を整理してみると、どうやらここは何十年も前の桜本町のようだね。うおー、過去の町に来れたのはなんか感動だけど、今はそれどころじゃないぞ。そんなー、俺たちずっとこの時代に取り残されちゃうのか。ねえ、それもそうなんだけど、俺寒くてもう限界だよ。確かに私も厳しいかも。どこかで温まれないかな。皆さん、こんな時こそあの妖怪の出番ですよ。そう、あれですよ、あれ。メラメライオン。おいおい。あやふやだな、しっかりしてくれよ。こういう時にいてほしい妖怪といえば。あ、そっか、あの妖怪がいたんだった。召喚、出てこい、メラメライオン。はい、来たー。メラ。頼んだわ。お願い、メラメライオン。私たちを温めて。メラ。一気に温まってきた。これなら全然寒くないよ。うんうん。熱気をまとったってこと？やっぱり一家に一台メラメライオンだね。そういう使い方。おいおい。妖怪を家電みたいに言うなよ。実際助かってるけどさ。メラ。なるほど。さすがは伝説のお家使いの娘か。二人とものお天気なんだね。冗談だって。ありがとね、メラメライオン。メラ。怒ってない？大丈夫？なんだ今の化け物。ん？見えるの？誰？ご先祖様とかそういう感じ？あの子もしかして今のメラメライオンを見て驚いたのかな？ってことは妖怪のことが見えるんじゃないか？何か手がかりが見えるかもしれないぞ。おーい！そこの君、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？ってことはあの扉も見えとんかな？お？あ、ちょっと。ちょっと。怖がらせないでよ。えー、今の俺のせいか？とりあえず追いかけるぞ。怪しい少年を追いかけよう。あらら、一目散に走っていってしまいましたね。どうやら橋の下に向かったようですよ。何？どうしたの君。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。怪しい少年を追いかけようっていうか、こっちの存在の方が圧倒的に怪しいけどね。